だ。だ。ペネソニックということで、こちらブルーレイディスクを今回お届けします。型番の方はですね、これ DMR-BF200 ということで、今回ねちょっと珍しいレコーダーなので購入してきました。こちらの方はですね、ハードオフで見つけた、良さげなジャンクということで、今日はやっていきたいなと思います。ブルーレイなんですよこれ。わかりやすいかなと思いますね、ブルーレイですね。早速いきたいと思います。現場へレッツゴー。これなんですよ。こちらの方がですね、パナソニックの可愛い、レコーダーになります。こんなタイプ初めてですね。見たことありますかねこれ、皆さん。こんなタイプがあるとは。安物の DVD かなと思ってたんですけど、よくよく見たらブルーレイだし、でパナソニックなんですよ。あれちょっと待てよと。こんな筐体のタイプがあるっていうのはちょっと初めて知りましたね。なんかミニパソコンっていうか、なんかすごい可愛いですよねこれ。でもなんかこうがっしりして非常に重厚感があり、なんかいい感じなんですよこれ。こんな感じになりますね。あれ汚な、撮影の内容ということで、こちらですね、ペネソニックの、DMR-BF200 という形になります。まずは、手軽な、ハードレコーダーということで、こちらですね、持ち運びが楽々なんですよね。普通の標準的な大きさだとやっぱり持ち運ぶのってすごい大変なんですけど、こちらの方はですね、家の中でも手軽に持ち運びができるという形になります。で、これは陳列棚の、中で眠っていたということで、もうめちゃめちゃこれは嬉しかったですね。なので、ハードオフで、迷わず競歩でレジへということですね。まあ走るとねちょっとやっぱり具合悪いので、今回は、競歩で行きました。で、まあ、買ってすぐの、撮影と、治るか治らないか検証するときもドキドキしてます。で、こちらの方ですね、治るのか治らないのかはさっぱり不明ということで、まあ、そんな動画のチェック修理をやっていきたいなと思います。テイク2。こちらの方はですね、手軽なハードレコーダーということで、持ち運びが楽々なんですよ。だから、本当にいいんじゃないかなと。ちょっと声が出えへんな。はい、まあそんな感じで今回は、良さげなレコーダーを購入できたんじゃないかなと思って、まあ、こちらの方ですね、今日は紹介していきたいと思います。どんな内容かと言いますと、 B デイレコーダー、B キャスなしということで、入荷の日付が書いてないんですよね。最近入荷されたのか昔からあったのかはちょっと不明なんですけど、まあ値札の感じからして比較的新しいんじゃないかなと思います。古くなるとですね、この辺も黄ばんでくるかなと思うんで、まあ、そんなに古くないだろうなという感覚ですね。動作確認としては、ディスク読み込みませんということで、テレビの受信 OK、 リモコン欠品のためその他未チェックということで、ハード抜いてますってことなんですよね。もしかしたら別のハードディスクを挿して使えるようになるかなというふうにちょっと思ってます。で、パナソニックということは AV コマンド対応みたいな、そんなハードディスクがおそらくいるかなと思いますんで、筐体が小さいので、3.5 インチじゃないはずなんですよね。なので、ちょっとその辺も含めてですね、今から調べていきたいなと思います。ディスク読み込みませんっていうところなんですけど、ちょっとね、私、ジャンクコーナーで、こちらですね、耳を澄まして聞いてみたわけなんですよ。ここにですね、耳当てて、ずっとですね、いけてるかな、いや、あかんかなみたいな、そんな感じでずっとですね、試験コーナーでやってたんですけど、まあ、傍から見たら、アホちゃうかみたいな、そんな感じでしたね。まあ、とはいえですね、まあ、そこまでチェックすることで、こちらの方、動くんじゃないかなっていうところが分かったので、それがですね、本当にそうなのかっていうところをですね、今日は、見ていこうかなと思います。で、リモコンがないので、ちょっとですね、操作できないんですが、まあ他のリモコンで代替え効くんじゃないかなと思ってますんで、まあとはいえですね、何かダメであれば、もうそこで修理が、検証がですね、行き詰まるかもしれないんですけど、
まあ、やれるところまでやろうかなとね。ちょっと色違いなんですけど、なんか、ウィーっぽくないですかこれ。型的にはウィーユー。なんか、ウィーユーっぽいですよね。これはおそらく、ハードディスクの部品だと思うんですよね。ハードディスク抜いてるから、まあこういう感じで、ハードディスクを固定するネジですよね。これ。で、ちょっと気になったのは、ここ。これ。これが、多分外れるんじゃないかなと思ってて、人によってここカスタマイズできるんじゃないかなと思いますね、これ。これ、多分取れる。うん。あ!大丈夫?あ、大丈夫。どうやって取るの?あ、こういう感じ。うん。こういう、ちょっとこれ汚いんですけど、これ?これをですね、変えれば、自由にデザインができるっていう、そういうものになってますね。うん。発想的にはなかなか面白いですね、これ。多分、デフォルトはこれだと思うんですけど、まあ、いずれ私もここ、たまっこテレビのアイコンをここにつけたりとかですね。まあ、この辺に、パナソニックの、ロゴを入れたりとかですね。まあ、いろいろ自分なりのカスタマイズして楽しんでいきたいなと思ってます。でも、あれがないんですよね、この台がね。うん。ちょっとそれが残念だなというところですね。ハードディスクの容量の方がですね、320GB と。いうことになります。で、ブルーレイ、DVD、CD ですね。の再生が可能になっているという形になります。HDMI の端子もついているということで、まあ、高画質な、再生ができると。このまま、カバンに入れて、で、外に持ち出すこともできるんですよね、これ。だからもうめんどくさい時はもうこれごと持って行って、友達と一緒に、見るとか。まあ、そういうことも可能になってます。こちらですね、トレイではないタイプですね。挿入方式になってますね。で、取り出しボタン。で、電源。シンプルやな、これ。ボタン2つしかないんですよ、これ。なおさらリモコンでないと操作できないんですよね、これ。ちょっとそれはですね、リモコン今回ないので辛いところなんですけど。HDMI 対応してると。で、LAN ケーブルもつなげれると。RCA ケーブル接続と、で、地上デジタルですね。に対応しています。で、あと電源かな。あ、取れた。うん、中国製になります。まあ、2010年11月15日ということで、まあ、ほぼほぼ2011年製になりますね。そんな感じになってます。あ、2Dランプ光ってる。ちゃんと。はい。まあ、ハードオフでも見てる内容なんですけど、ちょっと一応リアクションしとこうかなと思います。なんか今点滅してましたよね、ここ。ちょっとそれは知らなかったですね。あ、でも今もう点滅してない。さっきここ点滅してたんですよ。なんやろう。まあ、でも、とりあえず通電はしてるってことですよね。じゃあ電源を入れていきます。電源。緑になった。で、アンテナが受信できませんと。まあ、そんな感じの内容になってます。これどうやろう?パナソニック。こちらの方は、ブルーレイではないんですよね。動くかな?これがですね、動くのか、見ていきます。動けば切るはずなんですよ。あ、いけた。いけましたね。うん。今電源上げます。あ!いけた!お、これはちょっと。ってことはリモコンが、ディーガのこの別の、リモコン使えるってことですよね。はい。このリモコンで動きました。これでアンテナは繋いで、B キャスカードどこ入れんねん、これ。あれ?こんなところに。え ?B キャスカードがこれ、違う。あら、これは困ったな。 B キャスカードの大きさ違いますね。くそういうこと?この大きさの持ってないわ。ちょっと地上波のテストはできないですね。
困ったな。テストテストテスト。はい、今回ですね、ちょっとこの多少高性能なマイクを使いまして、あいうえおテスト、多少高性能なマイク、これを使いましてですね、こちらですね、ブルーレイの音がどんな感じなのかっていうのを、お聞きいただこうかなと思います。なんか店頭で聞いた時となんか違うんですよね。なんかこんな感じで緑のランプが点滅してるんですよ。で、今ディスクを入れたんですけど出てこなくなりました。あっちゃー、なんで、あ、取り出し、あれ、ディスクが取れへん。マジか。再生の動作音を聞くっていうのをやろうかなと思ったんですけど、そんなところじゃなくなりましたね。いや、間違いなくですね、これ今ブルーレイ入れてるんですけど、取り出しやっていきます。あかんわ、取り出し聞かへんわ。リモコンもダメですね。うわ、なんで？いや、店舗では普通に取り出しも普通にできてたんですよ。ファンは全然回ってないです。こちらの方ですね、もうテスト検証どころじゃなくなって、一旦ちょっと開けていこうかなと思います。で、こちらの方を開けようと思うと、どこや、この2箇所開けていきます。で、これで、ちょっとこれも取ろうか。おっと、なんか開きそうなんですけど、いや、これ絶対あれやな、無理にやったら割れますし。あっ、開いた開いた開いた、おお、開きました。外付けディスクみたいな感じですね。あ、だーだー、はい、これが下の板になります。この横ですよね、開閉の儀をしていきたいと思います。開閉の儀、はい、おお、来ました。これぞ本当のブルーレイの装置になります。で、この辺にですね、微妙な空きのところにですね、電源類があって、もうおそらくこれを取った下にマザーボードがあるんじゃないかなと思います。で、こちらの方ですね、前面パネルを外していきます。こちらの方はこの爪方式になってます。よし、爪を外せば、あれ、これで取れる？あー、こういう感じで、はい、何も配線とかなくて、シンプルになってます。よし、あ、これが LED か。この辺が光る、あ、光るんですよね。はい、映るんですではないんですけど、この辺がですね、微妙にうっすらありますよね。これお知らせ SD DL で録画で、電源と。で、取り出し。光るようになってるんですよね。ここからここまでですね、光るようになってます。これがブルーレイの、ドライブなんですけど、こちらの方の型番がこれですね。VXY2118。で、こちらは、あれ？あ、こっちもあるか。ああ、これ回すの大変や、これ。ちょっと斜めに。でも一応回るな。まだありますね、ここ。ここ、こっちだけかな。で、ここの、これが、あ、こんな感じで、データのやり取りと、
こちら電源ですよね。電源こんな感じになってます。でこれちょっと外しといて、ハードディスクはこれですよね。 2.5 インチになりますね。ハードディスクの、ターミナルになっていると。でこちらの方が、今のブルーレイの装置のターミナルです。でここに、マザーボードがありますね。でここに SD カードと、先ほど泣いた、マイクロ B キャスカードなんですかねこれ、になってます。ここが、地上波のアンテナの基板になってますね。この辺にファンとかあるし、これがブルーレイなんで、これ一回ちょっと外していかないとブルーレイ回収できないですよね。4箇所ネジありますね。これちょっと外していきましょうか。ドライブのですね、メンテナンスの方をしていきます。まあやるとしてもピックアップレンズの清掃ぐらいしかないんですけど、これでおおおおお開いた。はい、こんな感じになってます。裏かなこれですよね。ああこういう感じで、表がこんな感じになってます。で、でもこれ外したらやばいな。これバネがあるんですよね、これ。あの、たまこう大苦手のバネ。外したら、これ飛んでいきそうですもんね。だから、この状態で、このブルーレイを回収できたらいいんですけど、この辺回してみたらどうやろう。あかんか。関係なさそうやな。これが、おおおお動くで。え、あ、ちょっと待って、取れた。あ、なるほど、なるほど。ちょっと待って、これええんか。あ、ほんで、こうやって、あ、ちょっと、ちょっと、あ、取れたね、これ。え？あ、こうでいいんかな。よし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 。これで多分ね、CD が、ブルーレイが、出たっていうことになってると思うんですよね。え、どっからこれ入んねん。あ、ここか。ここ、え？あれ？あ、そうか。こうやったら、こうやったら、ブルーレイを入れれるんですよね。これね。で、ブルーレイが入ると、ウィーンって入って、これがですね、今度反転するんですよね。で、反転すると、これが磁石がパチーンって効くんで、これはこのチューブラリンでいいんですよ。ここからピックアップ見えますね。こういう状態を作っ、なんか同期取ってそうやな、これ。やめとこうかな、これもう外さなあかん。じゃあちょっと外していきましょうか。何も言わずに取れたら大丈夫なんですけど、パチーンとか言ったら終わり。おお、いけた。はい、もう慎重に、これは触ったらダメですね。こんな感じ、これ覚えとかな。初期位置、これです。でこんな感じになってますね。あー、綺麗やな。これが DVD とブルーレイのレンズなんですけど、あー、これあかん、汚れないもんな。だから再生したはずなんですよね。こうか。はい。で、あ、こうね。よし。だからこんな感じで、多
多分これね生きてると思うんで、一旦このバラした状態でちょっとあの仮組みテストしていきましょうか。下やったかな、この上やばいで、もう分からへんで。あ、これこうか。あれ、白から、ああ来た来た。でこれがこうと、ちょっと仮組なんで軽く締めときます。ここあ、これか、さっきチカ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 鳴ってたん。あ、パワーあるわこれ。あ、パワーつきましたね。で今回収できましたと。一肌脱いでるからすごい音は聞けると思うんですよね。ちょっとこれで、あ、で出るわ。あ、出るようになってる。あ、これです。操作一覧とか、あ、ブルーレイ DVD、 音楽を聴く。あ、来た。うわ、やっぱり音楽聴けましたね。やっぱりそうか。じゃあ次 DVD 再生していきます。音聞いてくださいね。DVD も来ました。くぅ、やっぱり、しゃ。じゃあちょっと、ブルーレイですね、次は。これ、ブルーレイ動いたら最高やなぁ。し。お!読み込み中。ブルーレイ鳴った。権違反。どういうこと、著作権違反。どういうこと、あかんのこれ。ちょっと別のやつ。著作権違反、著作権違反っていうのが、ファームウェアのアップデートが必要だということみたいですね。で、ファームウェアをアップデートする方法は2つあって、1つは、地上デジタルの放送から受信するっていう方法と、もう1つは、おそらく CDR に、コピーしてインストールするという形になりますね。で、今回はこちらの方ですね、地上デジタルが受信できないんで、CDR に焼いて、ちょっと、ファームウェアをアップデートしようかなと思います。診断コード。これが放送を受信してたらいけるはずなんですけど。本機の状態の番号。1.54。これがどうかですよね。ソフトウェアバージョンが同一であれば最新ですっていうことなんですけど、小さい場合はダウンロードが必要と。うん、右下に 1.54 って入ってますね。ここにですね、ダウンロードってあるので、これでですね、CDR を作っていきたいと思います。CDR を入れまして、まあ、書き込みしてますね。ただ50メガぐらいあるので、かなりでかいですよね。まあ、こんな感じで今、CDR にコピーしていってます。はい、もうすぐ終わりますね。くぅ、終わる。
あ、長いな。何や。このゲージ最後のところが遅いな。終わりました。はい。正しく、書き込まれましたということでですね。CD が開きましたね。これ。コレ類を使っていきます。これを、今からですね、こちら。ここに入れて、ファームウェアのアップデートしていきます。この状態で電源を一旦落とします。で、電源入れまして、入れていくと。で、これで、CDR がですね、対応してない CDR とか出おるんで、ちょっと別の CDR にしてみました。これは過去に、パナソニックのソフトウェアのファームウェアアップデートしたことあるので、これは実績済みなんですけど、これいけるかな。これでいけへんかったらどうしようかな。なんかガリガリ言ってますよね。だから多分ファームウェアこれでいけんのちゃうかな。くぅちょっとなんかモニターとか何も出てないんですよね。よかった。でもこれでなんかいけそうな気がしてきましたね。これで診断コード見てるとバージョンが 1.54 なんですよね。だから何も変わってないような気がしますね。ちょっと私の方でですね、これをまあ総合的に見てみると、やはり、どのディスクも著作権違反っていうのがやっぱり出ましたね。なんか、再生しそうになったんですけど、やはり無理だったと。で、書き込みの方にもありましたが、まあ、ソフトウェアの問題ではなくて、やはりディスクの問題っていうところにあるみたいな書き込みがあって、で、私のこの機械はおそらくディスクではなく、まあ、3枚試して、同じく3枚とも著作権違反っていうのが出たので、まあ、おそらく、ブルーレイのドライブが、ブルーレイを読めないっていうことになってるんじゃないかなと。まあ、その都合で、そのエラーが出ると。まあ、DVD、CD は普通にですね、再生できるので、まあ、おそらくブルーレイは読めないがために、その症状になってると。まあ、いうところかなと思います。まあ、なので、こちらですね、可変抵抗とかでブルーレイの調整をしたいんですけど、ちょっとね、こちらの方できるのかどうかもちょっとわからないんで、まあ、調べて、ちょっと見てみようかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと厳しいかなと思いますね。まあ、DVD、CD は再生できるので、まあ、そういった面で、まあ、私は DVD 派なんで、全然こちらの方でもいいのかなと思うんですけど、まあ、どうせならやっぱりブルーレイも使いたいなって思うので、ちょっともうちょっと調べて、でダメであればちょっと諦めていこうかなと思います。こちらですね、ちょっと見る限り可変抵抗の調整がないんですよね。これ普通この辺にねついてるかなと思うんですけど、もうないんですよね。こっちもないし、ね、この辺もないし、このネジはふたらのネジやしね。いやー、ないですね。これの裏に、もしかしたら、可変抵抗の調整のネジがあるかもしれないんで。取って大丈夫かな、これ。配線外して、あかんわ。フラットケーブルおるやん、ここねえ。フラットいや、これちょっと待って、裏なんか微妙に見えるけど、どうやろう。ちょっと待ってこれ、あ、違う。よいしょ、あった。じゃあこんな感じでどうですかね。おる？いや、おらんで、これ。いや、おれへんわ。DVD と CD を再生する
まあ、ドライブとして、こちらの方は使っていこうかなというところですね。大変申し訳ございませんが、今日はこれで終わりにしたいなと思います。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最近ですね、コメント返しを、しようと思ってたんですけど、なかなか時間がなくてですね、コメント返しできない状況なんですけど、全部読ませていただいてまして、まあ、極力ですね、空いた時間で、返信できるようにしていきたいなと思いますので、まあ、今後ともですね、ぜひよろしくお願いいたします。読んでるんじゃん、これ。トップメニューって出てるんですよね。で、これ押すと、著作権や。いやー、これ読んでるっぽいけどなー。微妙な感じやな、これ。じゃあ DVD 入れていこう、もう一回。あー、出てきますよね。で、メニューへ行く。あー、でもとっくは読んでそうやなー。あの、メニューすら本当は出ないですもんね。あかんだ。はい、ダメですね。買うの？買う人？買う人？あなたのお店で買おうか、これ。